皆様、はじめまして、こんにちは、こんばんは。 MM チャンネルのみーです。今日はチョキッとスニッパーズを一人で今日もやっていきたいと思います。前回はですね、この辺クリアしまして、今日はこれですね、この卵のやついきます。よいしょ。これね、難しいやつなんでね、どうですかね、ちゃんとできるかな。こんな感じ。私はまだピンク、ピンク、このこれ押す？押すと卵が出てきた。あ、色か。卵を、青い卵は右側に入れる的なやつですかね。よし、じゃあ一回ちょっとこれカットしたらどうなるんだろう。よいしょ、いつもの形。ほ、あ、落ちた。うーん、スイッチ。内向きにした方がいいのかな。こっちをカットする。難しいな、これカットすんの。あ、待って待って、卵落ちちゃう。いいや、ちょっとあの子はなかったことにして。すごい細かいカット。よいしょ、どうでしょう、こんな感じで。これでいけるかな、四角いけど。よいしょ、こい、来たん。もしやこれ届かない、こうかな。回る、こうして、え、これ潰れちゃう。あー、ダメだ、あー、ダメだ。あ、これもしかして、これでピンクをこうで、黄色スイッチ、黄、むずいな、ピンク。ダメかも、スイッチ。あ、来たけどダメかも。戻る、乗った。これピンクが回ったらどうなるんだろう。あー、ですよね、こっちじゃない、この形じゃなさそう。戻る。今の感じでいくとこれで背中に乗せて、背中に乗せて系かな。ちょっとこのままやってみようかな。これで待ってるか。よし、よいしょ、よいしょ、ほん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 。でピンクが回る、そして黄色もスイッチ回る、ピンクがもうちょっと回る、スイッチ。あー、ちょっとダメっぽい。ちょっとこの卵もなかったことにします。どうしようかな、どうやってカットしたらいいかな。ちょっとだけカットしたい。こう、こうして、こうかな。よっ、ほっ。これでどうかな。よっ、これでどうだろう。いけるかな。ほっ、もらってる。いけるかな。お、いけてる気がする。そしてピンク、反対反対。あ、押しちゃった。ピンクお尻で押してる。もう、あなたは一回回って、もう一回押す。そして離れる。オッケー、これでちょっとこうして斜めになってからの黄色でピンクのと、いけ、いった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 、いい感じ。そしてピンク戻ってきてからの黄色、よいしょ、
よいしょ、あ、いたいたいた、あ、いいんじゃないのこれ。ピンクのこれの、黄色のこっちの、ピンクのこれでいったんじゃないかな。よいしょ、ドーン、オッケー、次こっち、よっと、これは同じですね。あとはゲットして離れる、よし、これ大事こうして黄色が、よいしょ、 OK。 黄色割れちゃうかな、大丈夫、いけるいける、よしよし、ピンク戻る、 OK OK、 これでいけたね、よいしょふぅ、似た感じ、大きくなっただけ、いけるんじゃないかな、このまんまで、どうだろう、うん、ああ危ない、ちょっとピンクちゃん、あーダメだ、ピンクの角度がこうしてダメだった、もうちょっと深くないとダメかな、もう顔してみよう、ゲットしてるゲットしてる、よし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 、オッケーオッケー、角度ありすぎるかな、黄色こんなもんかな、お、黄色もうちょっと、オッケー、いけてる気がする、もうちょいかな、あ、これでいったかな、これでピンク、ピンクを、そうそうそう、で黄色も、よいしょ、オッケー、いけた、ドーン、届いた届いた、オッケーオッケー、いい感じですね、これはこの形でオッケーっぽい、やっぱ雑はダメだね、そして上の子走ったのはね全然意味ないからね、なんかね勢いでいけるかなっていうね、あれ、あ、またまた凍結で押してる、凍結で押してる、こう難しいな、後ろを見ながら、上、後ろじゃないや、上を見ながら、ちょっと一人でまたいろいろやってしまった、もうちょっとピンクの角度が必要だった、そして鼻、あ、ちゃちゃ、間違えた間違えた、卵いらない、あ、もう出てこない卵おかしくなっちゃった、よいしょ、スイッチしたかったんですよ、スイッチして離れないとね、またおけつで押しちゃうから、よいしょ、それで戻る戻る、黄色は戻る、あー、もうちょっともうちょっとで黄色戻る、よいしょ、黄色戻る、あー、ピンクがたたるたたるこれ、あ、もらったもらった、よーし、ドーン、危ないちょいちょい雑な性格が、あら、大きいのとちっちゃいのとなった今回はこういう感じなんですね、全体的にね、大丈夫よ、いける気がする、よっ、それでちっちゃい子に渡せるかな、もうちょっとピンクはこうやって待ってた方がいいかな、一気にいった、ちょっと待って、落とすなよ、一回ピンクの方で受け取ってから、黄色邪魔してる、よしよし、 OK、 いい感じ、これ大きいピンクどうやって受け取るの、とりあえずちっちゃい黄色に渡して、これ大きいピンク受け取れる？あ、つく、難しいな、一気に行った方が、あ、でもなんかいけてる気がする、あ、大丈夫っぽい、ピンク、ピンク立つ、いけてる、やったー、これ大丈夫でしょう、あ、ちょっと、危険、あ、大丈夫だったいけました、よし、この原理でこっちも、よし、来たこれなんか黄色横になってた方がいいかもしれないな、普通にこれで、うんうんうん、で、ピンクを
ダメかな。謎の一回転あ、でも一回転した。よかったのかな。黄色を起こす。こっち。あ、ダメだ。起こす。あ、ダメだ。戻ってきちゃった。ほっ。いった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 。よし。そして。あ、ちょっと当たってる。オッケーオッケー。ピンク。もうちょっとピンクに持ってもらって。よしよし。ここでピンクもちょっと角度をつけて黄色に渡して黄色で受け取る。ピンクは離れる？渡し切るか。よし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 。黄色が起きると、いけたー。あ、大丈夫大丈夫、いけたいけた、バッチリですね。いけた、よし。あー、でも結構時間かかってる。やっぱり3面分って、お、新しいワールドレトロピクセルがオープンしました。ふーん、あ、音変わった、かわいい。へえ、そうなんだ。そっか、今のはハチャメチャデスクでレトロピクセルっていうのができたんだ。これがじゃあもう全部クリアしてるよってことなのかな。あー、そうですね、これは全部クリアしてる。新しいこのレトロピクセルっていうところができたよっていうことですね。じゃあ次回からですね、またこっちのレトロピクセルの方やっていきたいと思います。はい、今日ははちゃめちゃデスク全部クリアしたぞ、イエーイということでした。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また見てね、バイバーイ。